ジョセフ・ジョージ・ル・ケーシーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州アラメダ軍、ニューアーク出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のニューヨークメッツ所属。メディアによっては、ル・ケージや、ル・ケージと表記されることもある。ニューアークメモリアル高等学校を卒業後、シャボット短期大学及びサウスイースト、ミズーリー州立大学で、大学野球に参加した。セモでは、 2015年と2016年にオハイオバレー、カンフェレンスの投手に選ばれた。2016年6月の MLB ドラフト40目で、サンディエゴパドレスから指名され、プロ入り。契約後の6月20日に、参加の A-9 トリシティダストデビルズで、プロデビュー。同年9月に、A 級フォートウェイインティンキャップスに昇格。この年は2球団合計で10先発後9円。 42.0回を投げて防御率1.29を記録した。サンディエゴパドレス時代2017年は AAQ レイクエルシノアストームで開幕を迎え、同年7月に AAQ サンアントニオミッションズに昇格。この年は2球団合計で23先発19円、139.0回を投げて防御率2.20を記録した。 サンディエゴパドレス時代2018年3月30日のミルウォーキーブルワーズ戦で先発してメジャーデビュー。2016年の MLB ドラフトの選手としてはオースティン・ヘイズに次ぐ速さだった。この試合では4.2回を投げて3失点で勝敗はつかなかった。4月10日のコロラドロッキーズ戦で先発して6回に失点の投球でメジャー初勝利を挙げた。 この年メジャーでは26試合に先発登板して8勝9敗、防御率4.08、145奪三振を記録した。2019年は30試合に先発登板して、規定投球回にも到達し、10勝10敗、防御率4.18、158奪三振を記録した。2020年は3試合の登板にとどまった。 2021年1月19日に、パドレスとニューヨークメッツ、ピッツバーグパイレーツの3チーム間で、トレードが行われ、メッツが、パドレスからルケーシーを、パドレスが、パイレーツから、ジョーマスグローブを、パイレーツが、パドレスから、デビット・ベッドナー、ハドソン・ヘッド、オマー・クルーズ、ドレーク・フェローズ、メッツからエンディ・ロドリゲスをそれぞれ獲得した。チェンジアップの握りで投げるカーブの軌道のボールが武器で、 あり、ルケシー本人はこれをチャーブと呼んでいる。ありがとうございます。